はじめは旧防護巡洋艦とは新国が第一次世界大戦前に取得した防護巡洋艦の艦級である。同系艦3隻のうち、はじめはと当たる随はイギリスで、オウトりはアメリカ合衆国で建造された。中華民国海軍として日中戦争に従事中の1937年9月下旬、はじめはは玉枝で、当たる随は10月下旬に南京戦で、 日本海軍の航空母艦などに攻撃されて大破した後自沈した。ヒオウトリは侵害革命のため、新国に納入されず、ギリシャの軽巡入りとして運用され、1940年8月15日にイタリア王立海軍の潜水艦デルフィーノの魚雷攻撃で沈没した。はじめは旧は新国海軍が日本海軍に対抗して1909年に、 イギリスに発注した巡洋艦である。発注先は姉妹艦それぞれ異なっており、はじめははアームストロング社で21万ポンドで発注、アタたるイはビッカーズ社で20万4000ポンドで発注された。造船会社が違うため同型艦でありながら細部の寸法や機関の構成が異なっている。 アメリカ合衆国のニューヨーク造船所で建造された、費用取りは新国ではなく、ギリシャ王国が購入し、ギリシャ海軍の軽巡洋艦エリとして収益した。本級の船体形状は還元の高い平、甲板型船体で、艦首水面下に、昇格のつく艦首から、艦首甲板上に、アームストロングマークスイ水ス15.2センチメートル速射砲、お棒立てのついた、単装砲がで一機。 下部に司令塔を組み込んだ船橋を持つ操舵環境の背後には簡素な観客式の全部マストが立つ。船体中央部に等間隔に並んだ2本煙突が立ち。煙突の周囲はキセル型の通風塔が立ち並ぶ関西艇置き場となっており、関西艇は全部マストの基部についたジブクレーニ一キにより運用された他に原則についた2本一組のボートダビットが片元三組で、 計6組でも運用された。前後のマストの左右に複方の1 0 2トル速射砲が棒立てのついた単装砲がで片元にずつ計4機が配置されていた。関西艇置き場の後部には簡素な後部マストが立ち、その後ろの後部甲板上に2番手砲が後ろ向きに1機が配置された。船体の主甲板は平面部は6 8トル走行が張られ、 原則走行の代わりに石炭庫を設けることで敵弾や浸水を石炭で食い止める防御様式となっていた。イギリスアームストロング造船所にて1910年11月7日、寄港。1911年10月23日浸水。1912年12月1日、浸港。1937年9月14日、関東省古門要塞で、 日本海軍の軽巡夕張を及び、第29駆逐隊と交戦、本館は座礁する。9月26日以降、第1航空戦隊航空隊の空襲により、損傷が拡大し、9月28日に自沈処分。イギリスビッカーズ造船所にて1910年12月12日、寄港、1911年7月14日、浸水、同年12月1日竣工 日中戦争勃発後の1937年9月中旬、日本海軍の基地航空部隊や第二航空戦隊の空母加賀航空隊が長江周辺で作戦を開始する。9月22日以降、連日に及ぶ日本海軍航空隊の波状攻撃により、両艦が大破する。両艦と共に当たる随も撃破された。日本陸軍の南京進撃と、 日本海軍の様子高訴状に伴い、10月25日に南京にて自治処分。ありがとうございます。